はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。9月11日ね、もう11時になります。今日はね、早めに事務所に来ましたね。10時過ぎには入ってましたよ。暑いわ。はい、ザクザクでございます。私が7年半連載をしております夕刊フジのサイトですね。その中でですね、田村秀夫さんという産経新聞特別記者、日経の OB らしいですけどね、経済関係でいい記事をお書きになります。私も大好きです。その方がやっているお金は知っているシリーズってあるんですね。私の場合はね、マンション業界の秘密っていう、もう秘密どんだけバラしたんやって世界ですけどね。もう秘密ないね、お前バラす秘密がなくなってます。まあそれはええとして、お金は知っているで、こけ脅し極まる中国習政権の米国債売却、日本はじめ同盟国と FRB がしっかり買い支え、共産党幹部悔しがるクエスチョンですね。ちょっと最初読んでいきますね。米中新冷戦が貿易ハイテクから通貨金融へと広がる中、追い込まれた中国の習近平政権は共産党中央直属メディアを使って米トランプ政権に米国債を大量売却するとの脅しを盛んにかけている。このメディアは党機関紙人民日報系列の環球時報の国際版 AGC グローバルタイムズである。何回も言いますけど、こう環球時報の取材を受けたことがあります。載ってました、私の記事が。もう何年も前、3年ぐらい前の話ですけど。続けます。3日付のネット版で、米国との高まる緊張の中、中国は米国債保有を減らしそうだと報じた。読むと、中国は今年前半に米国債1060億ドル、約11兆2700億円分を投げ打ったとし、さらに中国は今後も正常な情勢の下で、徐々に米国債を売り、現在約1兆ドル以上の保有米国債は8000億ドルに減らすだろう。ただし中国は米国との軍事衝突のような極端なケースでは全ての米国債を売り払うだろうと上海大教授に言わせている。いやーね、はい。アメリカの国債をですね、中国は一番世界でたくさん持っていたんですね。後で出てきますけど、逆転しています。日本が今一番らしいです。で、アメリカの国債をたくさん持ってですね、こんだけ持ってんねんということを示しながら、彼らは人民元という自分たちの通貨を発行するんですね。これを我々の世界ではですね、ドル本位制と呼んでます。まあ非常にまあ奇妙な決対なやり方ではありますけれども、ドルを外貨準備を背景に、その人民元を発行している限りですね、人民元の信用が揺らがないと、まあそういう理屈なんですけど、せやのにですね、俺らたくさん持ってんねんって、お前らって言うこと聞かへんかったらこれ売るぜみたいなことを言うてるというのが今の記事ですね。で、もうちょっと続けましょうか。ちょっと飛ばしますね。トランプ政権は新型コロナウイルス不況対策のために巨額の米国債を発行して、米連邦準備制度理事会（FRB） が買い上げているが、これつまり財政ファイナンスですね。日本も日本国債発行して日銀が買ってると同じ構図でございます。政府債務の膨張のためにドル不安は免れず、ドル覇権が揺らぐ。そうなんですよ。間もなくですね、アメリカ政府の借金はですね、アメリカの GDP 相当になると言われています。で、それでドルの覇権が揺らぐんちゃうかって。そんなん言うたらね、日本国の借金はね、日本の GDP のね、240% とかそんなんなんですよ。あかんやん、この国って。なんか円の信頼揺らぐやんって言ってて、揺らがへんのですよ、なんか知らんけど。それを説明できません、私は。トランプ政権が中国に対して敵対的な態度を取る背景には、中国に米国債購入を強いる狙いがあるという論旨である。何のことはない。トランプ政権が米国債購入を中国に強要するという証拠や材料はなしだと。
そういう話聞きませんね。別に買いたければこうだらええやん、市場でっていう感じで、今まで市場で買ってきたもんです。でこのグラフが出てましてですね、日本の保有高、米国債保有高額が中国を逆転しましたね。これ去年ですかというのを田村さんは解説しておられます。そんな具合で習政権は米国債売却を脅しに使えるだろうか。まず日本をはじめとする米国の同盟国と FRB は米国債をしっかり買い支えているのだから、米国債相場は崩れるどころか上昇基調を保っている。前日のグローバルタイムズ報道、さっきの環球時報ですね、では今年前半に1060億ドルを投げ打ったとして、投げ打ったという表現がなんかね、あれですね、愉快のお隣さんの北の国もそうですけど、言葉の使い方がですね、お下品ですよね。もうちょっと上品な言葉を使うときゃいいのにですね、投げ打ったとかね、もう愉快のお隣さんになるともっとひどいですね。北になるともっとひどい、もう日本語に訳せへんような言葉をどう言いますかね、政府の報道官が言うわけですよね。あれもおかしな、なんていうかこうちょっと理解しがたい慣習ですね。続けます。投げ打ったとしているが、6月末の中国の米国債保有額は昨年12月末比で45億ドル増えている。増えてんやん。凍てんのちゃうのみたいな。米国債流通価格上がっているためだ。あ、そうなん、凍てるわけちゃうんですね。評価額は増えたわけですね。計算高い党幹部は米国債を買いました方が儲かったと悔やんでいるかもしれない。そうや、投げ売るより持ってた方が値上がりしたんや。、仮に習政権がぶち切れて1兆ドル以上全面売却だと言い出せば、さすがに米金融市場は動揺するかもしれないが、売る前に米国債相場が暴落しようものなら、中国は巨額の国富を喪失することになり、割に合わない。つまり売るぞって言うた途端に下がるから、今の額で売れなくなってですね、買った額よりも安い値段で売らなあかんになるって、これ株と同じですね。そうなると故郷同士キュアマレリダ括弧三経新聞特別記者田村秀夫という、短めの、長くはない記事ですね、貼っときますけど、今ね、アメリカと中国がこう対立関係になって、もう中国は持てる武器は何でも使って戦うでという、なんかそういう形になってきてまして、米国債たくさん持ってますからね、なんとならこれ売るでとかっていうことを言い出したい気持ちは分かるし、言い出したはるわけですね。昔でも20年ぐらい前に橋本龍太郎という方が総理大臣かな、大蔵大臣かな、当時は財務大臣かな、忘れましたけど、パンダハガーですけどね、彼はね。綺麗なお姉ちゃんにやられてしまったらしいですけど、それは置いといて、もう亡くなりになりました。そんな橋本龍太郎さんがですね、アメリカとの交渉がこじれた時にですね、やったらアメリカ国債ちょっと産んでとかって言わはったんですね。さらっとおっしゃったわけですね。その途端に翌日のアメリカの国債市場がガーンと下がったというような事例がございます。あれも20年以上前だと思うんですけど、どうでしょうね、そのあれがあるんで、そのナーバスになってたね、しばらくね。でまさか日本は売らへんやろってアメリカは思ってるわけで、売りません、そんなの。よほどのことがないと売らへんや、そんな同盟国で。僕らポチやのに、ポチやのに、ご主人様の国債売ったら怒られるやんって。どうでしょう。それをね、中国の幹部は覚えていたのかもしれませんね。な、言うたら米国債暴落するんちゃうかって、よしやってみろって、売ってみろ言うてみろみたいなことでやったはるんちゃうかなと思うんですけど、こう今の対立構造になってね、中国が少々売るって言ってもですね、そんな日本も買うし FRB も買うし他の同盟国も買うでしょうし、大体もうこうたら儲かりそうやみたいな、そういうことでしょう。だからこの中国のアメリカ国債売るでカードはですね、使えないカード、切れないカードなんですね。でも今はわらにでもすがりたい気持ちなんで、これも使ってみようかってやってなさってるわけであって、自打自爆といいますか、それやればやるほどですね、自分たちの信用が毀損すると
いうことに早くお気づきになるべきやなと思いながらこの記事読みました。はい、ということで中国の脅しは効きませんよというお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。